皆さんはシンデレラってご存知ですか？ガラスの靴を落とした女の子が王子様と結ばれる物語。今日はそのシンデレラの座をめぐって3人の女が戦う。皆さん、今日は僕も花嫁探しに来ていただき誠にありがとうございます。昨晩の舞踏会で一緒に踊った女性を探すため皆様にお集まりいただきました。ガラスの靴を持った美しい姫が私の結婚相手となります。絶対に負けないわよ。王子様は私のものよ。絶対に私が結婚してプリンセスになるのよ。あらあら、早速3人の姉妹たちが争い始めました。ここで私が3人にチャンスを与えましょう。あれ、何かしら。あら、天の声からの大チャンス。この館のどこかにあるガラスの靴を見つけ出し10分後保持していたらシンデレラの座はあなたのものになる。ガラスの靴、私のものよ。それでは、シンデレラの王子スタートでーす。しないのよ。まずはガラスの靴を探すのよ。まずはね、この部屋から徹底的に探しますわよ。じゃあ私、地下行っちゃおうかしら。そういうことね。まあそんな茶番は良しとして地下に行かせていただきます。どこかしら。一個だけなんかシンデレラカードじゃん。今じゃないのよ。両家王子、あなたどこに隠したの。こっち側だ。あるんや、やっぱでもこっちや。なんだって、なんだって。今、噂を聞きつけたわよ。ここのフロアにあるの、王子。王子、そうだよ、あるよ。ガラスの靴、どこにあるの？ガラスの靴ない。なんで一つもないの。発見。じゃじゃーん、シンデレラカード。ママに言いつけてやる剣をゲットしました。いやでもこれガラスの靴持ってないと意味がないのか。靴がねえだ。まだ見つかない靴。靴、靴はちなみに4階です。よーし、よし、4階というヒントを得ました。見上げろ。見上げろ。みんな4階に集まってるじゃん。どこにあるんや、どこにあるんや。ちょっと待って、ちょっと待って、行ってゲット。見つけたわね。見つけたぞ。でも追い詰めたわよ、私。あなたたち、地下に一度行きなさい。うわ、地下に行かされるまま怖い。あ、お、見つけたね。見つけてシンデレラカードまで使っちまったぜ。おぉ、くっそ、ここで姉の決闘カードを手に入れれば絶対うまくいくはず。あれ、やすこちゃん。何よ。やすこちゃん、私たちママに言いつけられたわよ。やばいわね。ちなみにやすこちゃんカード持ってたりすんの。ないわよ。あ、なんか持ってるじゃない。そうなんだけど、これシンデレラカードなのよ。シンデレラカードは持ってていいの。シンデレラカードだからどうしようと思って置いとこうかしら。置いとくわよ。私たち決闘カードを見つける必要がある。確かに、探しましょう。決闘カード、え、なにこれ。見つけたぞ、マジで。決闘カード、おい、いただいた。
こちらはあれだ、姉お助けカード、シンデレラの決闘を申し込めるけ。これは私がもし靴を取られた時用に保険として持っておきますわ。シンデレラ、シンデレラどこ、どうしたのお姉様。私はあなたに決闘を申し込むわ。何、決闘だと。決闘内容はシンデレラあっち向いてほい3回勝負よ。これで私が勝ったらその靴は私がいただきます。長いわね、1回勝負にしなさい。分かったわ、女なら1回で決めてやるわよ。そうね、行くよ。最初はグッジャンケンほい、はいかでしょ、はいかでしょ、はいかでしょ、あっち向いてほい、はいかでほい、はいかでほい、あっち向いてほい。あー、ここにいるとは思わなかったでしょ。最悪、奪われた。シンデレラ、はい、あなたに決闘を申し込むわ。早いわね、俺まだ持ってばっかだよ。どんな決闘よ。ゲームは高速しりとり勝負よ。いいわよ、せーの、しりとり、いるルビー、ビール、ルビーよ、ルビー、ビールじゃん。くそー、意味がわからないわ。逃げるわよ。ただ頭が悪かった。お、俺の地域ではな、ビール、ルビー、イーやんか。イーやん、イーになんねんけど、ビーユー的だから、そんなこと言ってる場合じゃないわ。そうよ、待ちなさい、死んでるな。死んでる。隠してたシンデレラカード2枚あります。シンデレラ、あれ、お姉様方ちょっと綺麗になったんじゃない。いや、そんなこと言わないでもね。私と結婚してください。ぜひ喜んで。ということで、この動画が面白いなと思った方は高評価と